皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今回ですね、またなぜこれにシリーズですね、をお伝えしてまいります。で、今回のね、お題は、うちのね、折りたたみの自転車で、まあ、唯一ね、電動のアシスト、機能を持っております、デイトナの DE01、2021年型ですね、の、ご紹介をさせていただきます。で、まあ、車両に関してはね、もう、ね、しのごの述べてまいりましたので、あれなんですけど、これをですね、ご注文いただきました方はですね、札幌の方ではなくて、道北の方ですね、道北の方からのご注文がありまして、で、自転車のね、有効活用、活用促進というのをですね、テーマに、いろいろ、取り組む、そのね、お住まいの地域で取り組みをなさってらっしゃって、なんか、ね、自転車の修理だったりとか、まあ、レンタルサイクルとかね、なんか、いろいろね、多様な、取り組みをなさってらっしゃるそうです。で、その方からですね、そのレンタサイクル的な使い方もね、できるような、なんか、そこのね、来てくれたお客さんを、自転車でもてなしたいというような、ところで、ね、電動アシスト初めてね、この手の自転車乗りますみたいな人でも優しくね、走ってもらえるような。で、ちょっと景色のとこに、いいとこに行きましょうってなれば、やっぱそれなりにね、距離もあるだろうし、坂登ったりとかもあるでしょうから、そういった人にね、そういう気になってもらおうというような、ことで、ちょっと電動のアシストがいいなと。で、その方はね、やっぱ KHS の F シリーズとか、で、うちでも何回かお世話になってるんですけども、その畳める自転車をね、畳んで持ち運ぶということによって得られる何かっていうのはすごくよくご存知ですので、電動のアシストでね、畳める自転車を使って、で、輪行するとかいうようなことを積極的にやって、で、なんか楽しみ方の幅を広げてくれるんではないかというふうな、ちょっと期待をしておるところです。電動のアシストをね、輪行するってなった時に、まあやっぱ重いじゃないかと。でも、担ぐの大変でしょって、まあ確かにその通りなんですよね。でも、その担ぐの大変でしょってなる時っていうのは、大体その電車だったりとか、飛行機とか、ターミナルですよね。あそこをうろうろする時の話であって、それ以外のですね、意外にバスですね。バスとか、ああいうところであれば、バス停の前まで行って、で、そこで畳んでバスにホイッと乗せりゃいいわけですから、そんな重さっていうのは関係なくなってくんじゃないですか、ということもまあ言えるわけですよね。で、そういうね、使い方、ユーザーさんの方でどういうふうな、こう、研究をしてくれるかとか、いうようなところでね、なんかちょっと広がりが持っているんじゃないかなというふうに、実は大いに期待をしておるところです。で、それぐらいね、畳める自転車をね、畳んで使いますということに、通じてらっしゃる方ですから、その通じてらっしゃる方が何を起こしてくれるかというのが、ちょっと楽しみになってまいりました。ね、ほんとこの度は、ご注文いただきましてありがとうございました。安全運転でね、いろんな方がお楽しみいただけますように、こちらもね、微力ながらね、お手伝いできればなと思っております。